今回はちょっとアコギをねやろうかなと。普段やっぱ歌物を作曲するときは、アコギで作ることが多いのですが、今回はその時によく使うコードをいくつか紹介したいなと思います。まずはじめに、C コードですね。今回ちょっとこれをね展開して、まあテンション系のコードを紹介したいなと思ってますけども、まあ、結構ベタな感じで、この場合6弦は弾いてないですね。たまにちょっと弾いてもいいみたいな教則本があるんですけど、自分の場合はちょっと弾いてません。弾いた場合はこんな感じですね。なしはちょっと下を入れるとちょっと重たくなる感じで、そしてですねちょっと C コードをちょっとテンション足していくんですけど、まず最初は人差し指を外します。これが A メジャーのセブンスですね。そしてですね次に2弦の3フレット、ここ小指で押さえます。これがメジャーナインですね。あと余ってる人差し指で1弦の2フレットを押さえます。これはシャープイレブンですね。これは作曲でもよく使いますね。イントロでちょっと使ったりしてます。ちょっと手のシェイプを変えるんですけど、まずバレエコード、まあ、これもちょっとベタな形で人差し指で全部 3フレット目を5弦から下を押さえますね。あと薬指で、432をバレーします。これがまあベタな C なんですけども、こいつをちょっと展開したいと思います。3弦5フレット半を下げて、これがメジャーのセブンスですね。これもよく使いますね。そうですね、この場合小指をちょっと外してみると、これがメジャーのナインスですね。ここで外した小指を1弦の5フレットに置きますと、これがメジャーナインスの多分イレブン、サーティーンス、テンションコードですね。これも作曲のイントロで、ってな感じで使いますね。で、他にちょっとよく使うのが、まず人差し指で、5弦の3フレット、そして薬指で、4弦のこれ4フレットですね。で、3弦を開放を鳴らしましてですね、あと、2弦の3フレットを、中指で押さえます。これはよく使いますね。てな感じで、まあこんな感じです。